質問は、人はどうして生きていかなければならないのかと。まず、かなちゃんはどうしてこういう質問をされたんですか？はい、でも私、もうなんかもう人生ちょっと疲れてて、人生疲れてて、はい、まだこれから先、どれだけ生きていかなくちゃいけないのかなと、自分は。ということはですよ、ね、こういう質問をするっていうことは、当然のごとく、ね、まあ、生きることが、まあ、それ苦しいというか、ね、楽しくないこういうことですよね。で、どうして生きていかなければならないのかっていうふうに思ってる場合ね、間違いなく言えることはどうしてかというと、死んだらもっと苦しいからです。でも私の中ではもう死んでしまったら自分はそれで終わりだと思ってるんです。終わりだと思ってる。そうそう、それは花ちゃんの中の自分だと思ってるものが終わりなんです。その自分だと思っているものだけが私だとしたら、ね、生きることが苦しくないんです。わかります？はい。その自分の中には、ね、自分の中には自分だと思っているものと、ね、生きること自体が苦しいって言っている何かがあるわけ、ね、だから自分だと思っているものと生きることが苦しいって言っている何かがあるわけ。死ぬと自分だと思っているものはなくなるんです。死んだらなくなる、死んだら終わりって思ってるのは当然そうなんですよ。死んだら自分だと思ってるものは終わるんです。だけど生きることが苦しいって言っているこの何かがムクムクムクっとこう吹き上がってきて、心の中をそれが一面に覆ってくるんです。自分自身がその亡くなってしまって、自分自身、そう、死ぬと自分だと思っている、これをね、仏教では我というんです、ね、我という、我が自分だと思っている、ね、だから自分が自分だと思っているものは我というものなんです。それは死ぬと亡くなるんです。だから死んだら自分が亡くなるっていうのは正しいんですね、だけど亡くならない自分がいるんです。もう一つ、その亡くならない自分がね、その人生が楽しいって言ってる間は見ないで生きてるんです。でも、ね、花ちゃんとしては死をこう意識していくわけですね。死を意識すると自分は亡くなってこれが残るっていうことが分かってくるので、生きることが苦しいなとこういうふうに思ってる。で、なんで生きなければならないんだろうということは、これが、ね、死んだら
この苦しいと思ってるものがなくなるんじゃないかっていうふうに思って生きることよりも死んだ方がいいんじゃないかとこういうふうに思う。だけどこっち側のなくなってほしいものはなくならないんです。だから今はこの苦しいと思っているものが我によって見えないから、なんか生きることは辛いなとか生きることは つまらないなっていう風なぐらいで済んでるけど、この我が死んだらなくなってしまうので、もろにこの苦しい部分が見える、いやそれだけになってしまう。そうすると耐え難い苦痛となって五章やってくるんですね。だから生きなければねならないのは、この苦しい部分をね幸せに変えるために。だからね、人生ね、幸せだったら死んでいいんですよ。何度も言う、あ私も幸せで幸せでしょうがない、じゃあ死ぬか、これでいいんです、ね、でも今この質問するのはね、どうして生きなければならないんですかっていうか、人生が生きることが幸せだから生きていかなければならないのかっていう質問はしないでしょ、ね、苦しいから生きていかなければならないのかっていう質問をしてるわけです。その苦しい、この苦しいって言っているこの部分が、ね、この部分が幸せに変えるまでは死んではならないんです。だから自分のね腹底にあるんですよ、苦しい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 って訴えてる。それがこの質問するってことはね、なくなってほしいって思ってる、死んだらこれがなくなるんじゃないかっていうことは、これをなくしたいっていうふうに思ってる、ね、なんでなくしたいと思ってると思います？わからない、うん、なんでなくしたいと思ってるかというと、この苦しいと言っている自分のために生きたことがないからです。わかりますか？わからないです。この心のために生きてないっていうことはね、自分の人生自体が本当はこの苦しいと言っているもののために生きなければならなかったのに、全く違うことのために人生を費やしてきたってことになるんです。つまり人生にはやらなければならないことがあったんです。でもそれに目を向けずにずっと生きていたんです、ね、ところが今この年になってね、生きることが苦しいって感じるようになった。それは自分の中に、ね、本当はやらなければならないことがあるっていうことを教えてくれてるんです。でも自分の中ではこんなに頑張って生きてきたのに、あれなんかこうもうこれで終わりにしたいという気持ちじゃないです。もうこう一生懸命生きてきたから、もうこれで人生終わりね、私の人生これで満足っていうふうにしたいじゃないですか。ところがなんか生きることが苦しいと言ってる何かがあると、本当は人生って
全く別のために生きなければならないんじゃないかっていうふうに思っちゃうんです。わかりますかね。この我からすれば自分の人生ね、ちゃんと生きてきたって思って死にたいでしょ、ね、だけどこの生きることは苦しいって言っている何かは、実はあなたは何にも人生生きることなく今まで来たんだよっていうことを教えてくれてるんです。つまりこれからが花ちゃんにとっての本当の人生なんです。でもこの年になって今更と思いません、はい、今更ね、人生生きなければならないのか。でも生きることが苦しいって言っているこの心がある。まずはその心に目を向けて残りの人生、ね、この心が幸せだなっていうふうに思えるように生きなければならないんです。今死んだら必ず後悔します。なぜならこのこっちだけが残るから。安心してください。消えませんから、亡くなりませんから。死んで亡くなるものと亡くならないものがあるんです。大丈夫。この生きることが苦しいって言っているものはね、なくなりませんから。安心してください。でもまだちょっとよくわからないんですけど。よくわからない。そう、よくわからない。よくわからないけど、自分の中に、わかります？この、ここで大事なのは、ね、自分だと思っているものだけだったら、自分が自分だと思っているものだけだったら、ね、生きることが苦しいっていうことはないでしょ。わかります？自分が自分だと思っているのは、今日これをして、これをして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 って言っているものが、これが自分だというものですよね。それを今日これをやってこれをやってこれをやってってやっているだけなんだから、生きることが苦しいなんて思わないでしょ。そう思いません？はい。だけどなんで生きることが苦しいと思うんですか？疲れちゃったなっていうのは、苦しみを感じながら生きることに疲れちゃったなってことなんです。その苦しいって言っているものがあるっていうことでしょ、自分の中に、はい、それは自分ね、今自分だと思っているものと同じじゃない。同じです。同じ、自分だと思ってるものが苦しいと言ってる。いや、そうじゃない、自分じゃないんです。わかります？その自分だと思っているものは、ね、何度も言うようにこれをしなくちゃこれをしなくちゃこれをしなくちゃっていうものなんです。苦しいって言っているものは、例えばね、自分を感じられないとか、自分はここにいながらここにいないような感じがするとか、自分のことを見てくれる存在がいないとか、
そういうものなんです、ね、いつもこう自分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 っていうふうに言っているものがあるんですよ。それが自分をここに存在しているのに自分が感じられないから苦しい苦しいって言ってるんです。それはね、花ちゃんが自分だと思っているものとは違うんです。なぜならこの苦しい苦しい苦しいって言っているもののために生きてないでしょ。生きてたらなんで生きなければならないのかなって絶対に思わないんです。だってこのために生きなければならないってなるからね。今どうして生きなければならないのかっていうふうにね質問してるってことは、この苦しいと言っているものをね、この苦しいと言っているもののために生きるんじゃなくて、自分が死ねばこの苦しいと言っているものをね、消せるんじゃないか、なくね、死んだらなくなるんじゃないか、こういうふうに思ってるんです。つまりね、花ちゃんからしたらこの苦しいと言ってるものを異物だと思ってるってことなんです。自分だと思ってないんです。ね、この苦しいと言っているものをね、もののために残りの人生を生きなければならないんでね、本当はそういうことだし、本当はもっと早くからこの苦しいと言っているものに気づいてね、自分の人生を苦しいと言っているこの心のために生きなければならなかったんです。だけどずっとね見てなかった。見てなかった証拠に見えるようになった時にね、どうして生きなければならないか、死にたいってことじゃん。結局死にたいっていうのは消したいってことなんです。でもね、死んでも消えないの。それは今ねピンとこないのは当然なんです。なぜならね、そういうものに目を向けたことがないから。だけどずっと自分の中で苦しい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 って訴えているものがあるんです、ね、その苦しい苦しい苦しいって訴えているから疲れちゃったんです。あ、もう死ねばこの苦しいと訴えているものがなくなるんじゃないかっていうふうに思ってるんです、ね、だからこういう質問した。どうして生きなければならない。でも消えないんです。死んでももっと苦しくなるだけ、もっと激しくね苦しみを感じるだけです。今までこの苦しいと言っているものに気づかず生きてきた。だけどやっとこの年になってあるんだなっていうことに気づいてきた。あるんだなってなった時にまず考えることは死にたいんだってしているんです。消したい。でもね、それがこの苦しいって言ってるものが花ちゃんの本体だから消えない。
消えなかったらどうしたらいいの？消えなかったら、そう、消えなかったらもう生き方を変えるしかないんですね。変えるってことはこの苦しいというものをね、消したいと思って生きるんじゃなくて、この苦しいと言っているものに寄り添って、どうしたら楽になるの、どうしたらこの心が楽になるのかっていうことを考えて生きていくことが大事なんです。発想がね、なんか見えてきたからもう全部消しちゃえみたいな発想なわけです、ね、でもやっぱこの年になってやっと見えてきた大事な心なんです。本当は生まれてからね、生まれた最初からこの心のために人生があったんです。それをずっとその心に目を向けずに生きてきた。だからこれからはこの心のために生きて行かなければならないんです。自分の心のために生きていかなくてはいけないのは、うん、どういう意味なんですか？自分の心のために生きていかなければならないっていうことは、まずはね、自分の心に目を向けるっていうことが大事なんです。だから例えばね、今花ちゃんからしたら頭の中でこうしなければこうしなければこうしなければっていうね、この頭で理性で考えることが大きいと思うんですけど、ね、心に目を向けるってことなんです、ね、今はそのこれは何かあれ何かって説明してもわからないと思うので、まずは心に目を向けてね、苦しんでいるものが自分の中に間違いなくあるんだなっていうことを目を向けていくっていうことなんです。そしてその苦しみをまずね感じてね、で自分は何がしたいんだろう、この苦しいと言っている私はね、何をしてほしいんだろう、何をしてほしいんだろうっていうことを考えてほしいんです、ね、今はなんかこう見えて生きることが苦しいってこれ見えてきたんですよ。苦しいって訴えているものに気づき始めてきたんです。そしたらね、なんで生きていかなきゃならないんだろう、いわゆる苦しいって言ってきたら自分の中に、まあ、いわゆる子供がいるみたいなんですよ。子供がね、ママママ僕のことをちゃんと見てって言ったらね、ね、一家心中しようかって言ってるわけ。ちょっとかわいそうだと思いません？ずっと自分の心のことを無視して生きてきた。やっと見えてきた。ずっとほったらかしにしていたから苦しい苦しいって訴えてきた、ね、あ、こんな心があるのかっていうことが分かった時に、こんな心ね、こんな心を抱えて生きていくぐらいなら死にたいなと、なんで生きていかなければならないんだろうって思ったと。でもね、この心ね、この心を
幸せにしていくことが、これが人生の目的なんです。だからこの発想を変えてほしいんです、ね、こんな心をなくしたいんじゃなくて、こんな心と共に生きていくってことなんです。そういうことなんです。この心と共に生きている、ああ苦しいなって感じてる、ああこの苦しいなって感じてるっていうことは、私の中に心があってね、ね、見てほしいんだな、この心のことを見てほしいんだ、苦しいんだってことを分かってほしいんだな、いいよいいよ分かってあげるよと、苦しいっていうなら一緒に苦しもうと、感じていこうと、こういうことが大事なんです。ごめんなさい、ちょっとなんとなく分かったんですけど、うんうんうん、でもあの上田先生にどうして答えたらいいのか。ああ、それはね、どうして答えたらいいかっていうふうに思うのはこの我の部分、理性の部分なんですね。で、花ちゃんはこの理性の部分がね、強いんですよ。強い、強いってことは理性の方で生きてきたってことなんですね。で、どうして答えたらいいかわからないっていうのをこう言え、ね、その正しい答えを常に答えないといけないっていうふうに思ってるんです。今こうやって時間を置いて反応を見てるのは、それは少しでもその心に合わせた話ができるように変わってほしいから。心に目を向けるってことは、心ではどう思ってるか、どう感じたかっていうことをね、受け止めて話ができるように、ね、してほしいなと。なら、どう答えたらいいかわからない、それでいいんですよ、ね、そうやって自分の、ね、自分の中で何が正しいか、何が正しいか、何が間違いのないか、何が失礼がないかとか、そういうことじゃなくて、自分の思っていることを素直に出せるようになっている。そうしていくと、もっと自分の感情に対して優しい人間になってきます。それをちょっと分かってほしくて、ちょっと待ってね。反応をこうずっと待ってたわけ。でもまだちょっと まだよくわからないんです。まだよくわからない、あのそのだから自分のその、うん、心、うんうん、心、うん、そのね、心っていうのはね、仏教ではね、心が見えるようになったらね、相当仏教を聞いてこないと無理なんです。そういう見えるようになるから、今はね、なんとなく苦しいな、この程度しかわからないんです。苦しいな、それは苦しいなっていうことによって気づいてほしいんですよ。自分の中に自分だと思っているものと別に何かがあるっていうことに気づいてほしいんです。だから今はその苦しいっていうふうに感じた時に、その苦しいっていうのから目をそらさずに、
ね、早くなくそうとせずに一緒になって苦しんであげるっていうことが大事なんです。そうやって苦しみの方に目を向けることによって心の方に目を向けるようになるわけ。まずは今は苦しみ、ね、苦しみをしっかり感じていくってことなんです。なんで苦しいんだろうかなっていうことを、苦しいから早く死にたいとかね、ね、早くお迎え来てほしいとかじゃなくて、苦しいからなんで苦しいんだ、なんで私は苦しいんだろうということをこう目を向けて考えてほしい。どうしてほしい、何をしてほしいの自分は、ということを、ね、考えていく。それで目を向けると、また今度来た時にね、質問でこんな心が見えました、あんな心が見えました、どうしたらいいでしょうかってなるから、それはこういう心ですって、こういう心が見えてきましたねみたいな話になってきて、だんだん、あ、そうか、これが私の心本体なんだっていうことが分かってくるようになります。これからこの心の目に、うん、目にその寄り添って、うんうんうん、見てるように、うん、自分が、うん、なるんでしょうか。なるんでしょうか。それはならなければ苦しむだけですから大丈夫です。ね、低温やけどずっとしていたらあちゃ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 ってなりますから。いい加減苦しいから、ね、なんで生きなければならないのかって質問してるわけですから、ね、だからこれはもう対処するしかないわけです。で、死んでも抜けられないってことなんですよ。死んだらもっと苦しくなるだけで、もっと後悔するだけで、ね、ね、生きてる時しか対処ができないから、うん、だからできるようになるんですか。いや、やらなければこの苦しみがずっと続くだけです。大丈夫、苦しみに干されてやらざるを得ないですから。
上田先生の言ってることは、うんうん、分かるんですけど、うんうんうん、でも自分自身が、うんうん、そのさっき言われたように、うん、心の上に、うん、寄り添って、うんうん、生きるのかなっていうのがまだ。そんなね、いきなりはできないですよ。そんな、いきなりもね、そんなできませんから。まずは、言ったじゃないですか。苦しみを感じてあげるってことです。苦しいんだな。どうしたらいいかな。ね。どうしてあげたらいいかな。っていうふうに考えてあげるだけで精一杯ですから。ね、階段を上がるように一段一段やっていく、ね、今こうやってこう、ね、質問を投げかけてそれで返答するまでに時間があるじゃないですか、ね、この時間の長さがやっぱりその頭でこうこねくり合わせてる時間の長さなんです、ね、だからこれが例えば自分の心に目を向けてけるようになるともっと短くなるんですよ。だからできるようになったら投げかけるすぐ帰ってくる、投げかけるすぐ帰ってくるっていうことがねできるようになりますから、この長さで測っていただいたんです。今ちょっと長いなってなったらまだまだ見えてないんだなと、こういうふうに思っていただいたらいいと思います。ではこれから、はい、その苦しいっていう、うんうん、心の上に、うん、どうして苦しいんだって形で、ね、うんうん、考えて、うんうん、一緒に、うん、行くんでしょう。はい、じゃあこれで終わりたい。はい。